チャンネルクララサブチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。佐々木大輔です。第3話、経済政策を間違えると国が滅びるということで、倉山先生どうぞよろしくお願いいたします。はい、もうその通りです。はい、今の話ですよ。いや、そうですよね、本当にこのタイトルね、今の話ですよ。はい、もううーってですね。ちなみに私の本っていつの話してんのか、はい、今の話なのか昔の本か分からなくなるってよく言われるんですけど、はい、そういう風に作ってます。はい、ということでございますね。はい、ということで、あ、ちょっと忘れちゃいます、いけませんが、はい、本日もクライマジック生産のですね、匿名希望の方がですね、スポンサーをしていただいております。本当にありがとうございます。はい、さてと、はい、まあ、前回に引き続き今回は学会発表の内容をそのまま引っ張ってきて、まあ、分かりやすく再確保するということを。いや、すごいですね。いや、本当に重厚ですね。はい、前回のね、はい、井上順之助がね、はい、間違った目的に関してめちゃくちゃパワフルな強力な政策を推進したということに関してね、はい、そして主計局が最強官庁になったという、はい、ということでございましたが、はい、じゃあ今後、じゃあその井上が強くなったという強い政治家としてですね、結果どうなったのかということですね。はい、はい、こうなりました。はい、全部が悪くなったじゃないんですよ。はい、うん、大きく政治、外交、経済という面に関して、はい、まあ、お話しすると、まあ、政治、憲法政治の発達に関しては、うん、まあ、井上大蔵大臣が仕えた浜口内閣というのが、まあ、極めて成功例、はい、ということになります。もともと憲政の浄土は確立してきたわけなんですが、完全実現しました。うん、だから初期の頃は連立内閣で少数与党が続いてて不安定なんですよね。まあ、それが、まあ、田中義一内閣は初の、まあ、男子だけとはいえ普通選挙を導入して総選挙をやって、うん、まあ、ただ多数取ったとはいえ1議席差2議席差って書いてる数字もあるんですよ、追加公認があるんで、はい、まあ、もう野党の方が実質勝利と舞い上がるぐらいなんですが、うん、その後多数派工作で野党の民政党を切り崩したり紹介派を糾合して政権維持するといういびつな形の維持だったんですね。はい、ところが、まあ、民政党に政権交代して、まあ、1年以内に解散総選挙するメカニズムは前に話しましたけど、でこれで絶対多数取るんですよ。うん、ということで幕末維新以来、うん、日本人がもう望んでやまなかったイギリス型の立憲政治、うん、憲政の浄土を浜口内閣で完全実現する。はい、でそれ以前もかなり慣例として確立してたんで、組閣が半日で終わる、うん、もう総理大臣候補は総理大現職総理が倒れた時は後継総裁、はい、ね、それから常に野党第一党総裁がいる、はい、という2人しかいないという状況を絞れるんで、陰謀の発生する余地がなくなってる、はい、というぐらい確立するわけ。素晴らしいですね。はい、というのが一つ、はい、でもう一つ外交に関してはロンドン海軍軍縮条約で、まあ、これは憲政の発達に、まあ、強い憲政の浄土によって強い総理ができたんで、まあ、枢密院だの海軍軍令部だの官僚が何を言おうが粉砕して終わり、はい、ということができるようになった。それが憲政の浄土の実態であるという、うん、まあ、政党政治の禁止と言われるのと同時に、うん、協調外交を維持し、うん、英米がフランスとイタリア切ってでも日本と仲良くしなきゃいけないっていうふうにすり寄ってくる。うん、本当に日本という力が強いということはよくわかりますね。はい、大成功、はい、うん、で、まあ、中身には触れませんけど、はい、結論だけで言うとそういうこと、はい、ところが経済デフレ期に緊縮政策、うでしかも世界大恐慌が到来する中で金解禁というデフレ政策、デフレ期にハイパーデフレ政策をやって、はい、ウルトラハイパーデフレになりました。で率で言うと 60% ですかね、はい、はい、ぐらいですけど、いやだから今緩やかなデフレじゃないですか、はい、だからもう本当こういうこれが日常みたいなのが、当時は東大生も就職難、はい、東大生ですよね、はい、大学は出たけれどっていう、はい、映画が流行るぐらい、っていう地獄のようなデフレがやってきて、だから結局成功が成功と思われないですよね。うん、つまり憲政の浄土ができた、それ政党政治が腐敗していることをね、批判する方法がないだけじゃないかみたいになっちゃうわけですね。まあ、浜口内閣そんなに遅くひどくないんですが、はい、うん、でもう一つ結局英米に媚びてみたいな人がいて、その人たちが力を持っちゃう、うんうん、だ結局経済が苦しくて、はい、国民が正常な判断力なくしていくと成功が失敗に見えてしまう、うん、いや
正論が通らない世の中の到来ですよ、はいはい、という中で浜口首相が暗殺未遂事件で、うん、まあ、あの幸い命は取り留めたわけなんですけれども、その野党の政友会があの浜口が答弁したけにね、あのならけしからんとか言って本当に引きずり出して、あのまあ、それ無理がたたって傷が悪化して死亡、いやっていう、やっぱり政党政治ダメじゃんみたいな、こんなことやるんだ政治家って、だいぶこう腐敗してるっていう感じなんですかね、はいはい、ということになるわけです、はい、さてと、じゃあそういった浜口が倒れた後誰が出てくるかっていうと、まあ、一応ポンと出して、後継総裁の若槻礼次郎、はいはい、ね、この人すごいですよ、はい、東京大学法学部史上未だ破られない史上最高点首席、お、じゃあ本当に優秀な方だったと。だからそのロンドン海軍条約 の、はい、あの首席全権で、はい、あの当時船で行くじゃないですか、はい、海軍の頃ロックスっぽ知らないのに船の中で勉強して、はい、英米の軍人がなんであの背広を着た提督はって、その中でも勉強してやってる、って一夜漬けで英米 の、 あの海軍軍人に尊敬されるというぐらい頭いい、すごいですね、なるほど、だから何やらせても、ね、もう頭いいし正論言うんですよ、はい、ただ一つできない仕事が総理大臣一番やってほしいことじゃないですか、しかも2回2回とも大失敗する頭が歴史に学ぶ間違ったリーダーシップ講座みたいな、いやそうです、ね、感じで、はいはい、っていうことなんですけれども、はい、で、まあ、浜口の末期あたりから3月事件というですね、はい、陸軍のクーデターもどきが起きますもどきって何でしょうか、いやなんかね、大川周明っていう右翼のおじさんが、はい、なんかボクシング大会を開いて1万人ぐらいの、はいはい、観客集めたらあの興奮して暴動を起こしてそれに乗じて東京を武力占拠しようとこのプランには致命的な欠陥があるんですよ、はい、ね、あのシュリーフェンプランはメッサーシュミットとティーガー戦車があのなければ成立しない作戦であったように、このね3月事件の大川周明の計画は昭和の絶頂期の新日本プロレスなら可能です、あの蔵前国技館に火をつけた人たちすいません、あの不勉強で申し訳ございません、はい、ちょっと蔵山塾でこういうね人を選ぶ教養もね、はい、時々混ざってくるんです、はい、時々なのね、いやでもプロレス見とくとね、こういうふうに大川周明絶対こんな不可能だなって、うん、一瞬で分かりましたよ、なるほど、もう教養って大事ですね、うん、はい、だからそれ無駄に思えることでもやっぱ活かせる方法ってある、うん、はい、ね、はい、それが万宝山事件というのは教科書に今でも出てきますけど、はい、チャイニーズとコリアンが満州で揉めるんですね、うん、でそれで朝鮮にも飛び火してうちの同胞がやられたって暴行事件が起きたりとか、はい、つまり朝鮮人が日本の影響力がある満州に行くわけですよね、はい、でチャイニーズはジャパニーズ狙わないでコリアンいじめるんですよ、うん、狙ってやる、はい、で外務省なんかコリアンほっとけと、はい、ね、朝鮮人のためにね、あの国の命運かけれるかと、で現地にいる関東軍はね、はい、同じ日本国民じゃないか、はい、どっちも正論なの、はいはい、どっちも正論だしどっちも問題がある、はい、どっちも問題があると、うん、はい、っていうことなんですね、はい、だ目先の正論というのは非常に怖いの、はい、あとチンタオ国水会事件っていうのは、これ全然ね日本知ってる人ほとんどいないでしょうけど、はい、まあ、チンタオにいた、まあ、日本人右翼がチャイニーズと喧嘩したと、うんうん、いう事件ですね、はい、あと中村慎太郎大尉という陸軍の軍人さんがあの満州を視察中にチャイニーズに虐殺されたと、うん、まあ視察っていうのはまあスパイなんですけどね、あ、だからといってそいつがスパイだって分からったからってリンチして虐殺していい話にはならないですよね、うんうん、はい、ありますね、うん、はい、であとその頃ですね、こういう不穏な状況なので、はい、特に大事なことは、はい、景気が悪い、うーん、ハイパーデフレ、はい、なんで怪しげな言論がはびこって、はい、マンモーは日本の生命線だみたいなのがものすごいキャッチコピーとして流行って、はい、これ松岡洋介っていう外交官出身の政友会代議士がね、本にして、はい、まあ、松岡もね螺旋階段みたいに複雑な思考回路してるんで、まあ、はい、螺旋なんですね、そう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 、言いたいことが真逆に伝える人なんですよ、あ、ね、あと満州青年連盟っていう人が満州でこんな目に遭ってますみたいな、はい、チャイニーズの秘宝を訴えるわけですよ、今の北朝鮮のミサイルどころじゃない、うん、もう日本人拉致デフォみたいな、うん、だから当時の満州っていうのは巨大北朝鮮、はい、日本の2倍の領土を持ってる北朝鮮と思ってください、あ、いや、そんなところで日本人が現在進行形でひどい目に遭わされてるんだけどいいのか、
っていう状況の中で政府も軍上層部も何もやらないっていうんで関東軍と陸軍の中堅が陰謀を企む。あ、なるほど。だ結局日本を守るために朝鮮を取った、朝鮮を守るために南満州だ、南満州だけじゃ解決できないんでソ連の脅威もあることだし、あの満州全体をあの領有するか満州国という傀儡国家を建てるかみたいな議論があって、はい、結果的にまあ国領有するんじゃなくてまあ独自の国を建てようみたいな意見が、うんね、あの遂行してるんですね、はい、この時点でほぼ妄想ですけどね。あ、まだ妄想です、はい、まだ妄想です、はい、なぜならば井上順之助という超強力なあの大蔵大臣がいて、はい、緊縮財政絶賛遂行中、はい、ですね。だってですよ、はい、だってその満州国建てるって陸軍の総理で言った時に井上順之助をどうやって説得するんだと、うん、どこにそんな金がある、終わり。あ、だって軍務局長を呼び出してソ連の脅威がどこにあるか今すぐ説得してみろやった、はい、ってなってしまうと人は説得できない、はい、ですね、はい、という空気の中で満州事変が起きます、はい、これって軍部の暴走ですか、はいね、通説ではそうなりますよね、はい、大事なことはこれ結構ねあの近代史家の間でも かなり学説が修正されてきて、はい、県政の情動が強すぎたんで政党内閣を打倒するためには満州事変みたいに外地で暴れてアクロバティックなことをやるしかないやっていうふうに考えてそれがたまたまうまくいったんだと。あ、じゃあなんで軍の暴走じゃないかっていうと、ええ、軍って言ってもここ関東軍って出先と中堅で、うん、じゃないですか、はい、じゃあ軍上層部ってどういう人たちかっていうと政党内閣に媚びて出世してる人たちなんですよ。あ、じゃあもうせ、まあ、基本的には政府に追従するというのが基本、うん、今の自衛隊批判やめてください、ね、すいませんでした、はい、いやちょっと先にテレパシーでね抑えとかないと、はい、でまあいろんな立証あるんですけど、まあ、今回のテーマで言うとポン、はい、佐々木さん、これあの県政の常道期の陸海軍大臣なんですけど、はい、なんか気づくことありません、まあ、こんだけ色分けしてたらすぐ気づくと思うんですが。そうですね、だからこれ政友会と民政党で人を使い分けていると。 That's right、はい、うん、いや一番すごいことに今日のテーマである第二次若槻内閣が、はい、あの潰れるのかあの続くのかって陸軍の側は読めてなかったんですよ、うん、読めてなかったんです、うん、でそれで続くんだったら南さん続投で、はい、声優会になるんだったら荒木出そうと、はい、2人用意してた。あ、そうか、もうすごいですね、こう役お役所的なこう人事というか、だから陸海軍ともにもうお役所なんで、はいはい、お役所としての立ち振る舞いはうまかった。なるほど、あ、それのどこが軍部の独走だよそれはその後の話、はい、昭和6年の12月までの段階でそんなものはない、ないってことですね、うん、はいはい、ということなんです。さてと、じゃあ昭和6年9月18日に柳条湖事件が起きました、はい、これはあの関東軍の自作自演だったということは今は分かってますが、当時はみんなうすうす感づいていながらも、うん、実はあの証拠は東京裁判でも出ませんでした、うんうん、ということで当時はうすうす感づいてたけれども真相分かんなかったって前提で聞いてくださいね。で伝わってきた情報はなんかチャイニーズがな日本の満州鉄道の線路を爆破してたまたま死人が出なかったと、しかもなんか攻めてきたやつがいるから自衛のために行動しますって言って始まったのが柳条湖事件、はい、うん、ですね、うん、はい、はい、でこれがですね、はい、日本の侵略の原点と言われてるんですよ、ボーさてこの時大蔵省はどうしたと思います？これ予算削ったんじゃないですかと普通思いますよね、はい、ここがポイント。当時の空気読まなきゃいけないのは、はいはい、あのですね、実はそうじゃない、あ、違うんですか、うん、あの井上順之助ですら、はい、実はそうじゃないっていうのがポイント。この昭和6年9月18日から22日の4日間に何、まあ、18日の10時に起きたことが、はい、あの19日の朝みんな伝わるんで、まあ、その間にこの1週間足らずの間に何が起きたかって話なんですけど、まず19日早速閣議開いて、これは不拡大です、もう起きてしまったことはしょうがないけれども、うん、今後予算は出しません、はい、っていう、はい、で朝鮮軍はね1万、あの関東軍1万人しかいないんですよ。あ、そうですよね、1万、日本の2倍の量のとこ、はいはい、徴学領軍20万とも30万とも50万とも言われる、はい、得体の知れない軍隊だか盗賊だか分かんないやついるんですよ、はい、であの隣の朝鮮軍が援軍に行かなきゃと関東軍が戦っている間の後方守るみたいな距離民守るみたいなことで行くのが軍事常識なんですが、行くなと、
参謀本部が、はい、うん、はい、ところが、はい、もう実際にあのことが始まって、はい、あの関東軍と朝鮮軍 の, あの司令官ほったらかしにして、あの中堅の参謀同士で話しつけてて、はい、で越境しちゃったの。あ、もう超えちゃったんですね。でもう、はい、参謀たちに林司令官、朝鮮軍の林司令官が、はい、もう行くしかないですよね、これ常識で考えれば分かりますよねって、日本人がね恐竜民殺されていいんですか、そりゃそうだけどさで2日悩んだら行く、はい、突撃って超えちゃって、でそれで新聞は越境将軍みたいな、あ、もうなんかすごい、なんかほとんどね、虎を素手で倒す将軍ぐらいの書き方加藤清正を超えたぐらいの勢いで描いてるんですよ、もう、はい、ちなみに、そういうイメージで死ぬまで林千次郎総理大臣になっても通すんですけど、はい、65年後に明らかになった日記では俺死刑になったらどうしようってビビりまくり、それどういうことですか。いやだって天皇陛下の軍を勝手に行っちゃいけないっていうところを生かせる、あ、なるほど、統帥権看板ですから、そういうことですね。いや、はい、それはビビりまくりということで、うん、はい、でそれであの朝鮮軍に予算つけるのかどうかで全閣僚反対の中、はい、若槻首相の祭壇で、はい、あの承認したと、うん、で以後これが満州事件碑といって、ずっと満州事件が終わった後も続く、うん、だから一説には軍はあの予算が欲しくて戦を始めたんじゃないかみたいな、お、満州事変が切れた瞬間に品事変碑が始まって品事件碑になるんです、はい、そんなんばっかな、あ、帝国陸海軍特に陸軍、陸軍がそれやるんで海軍も内もみたいな、うん、うん、それだけ予算って大事ってことですよね。だから予算の面で、うん、あの研究ってそんなんないんですよ。最近またチラチラと、ね、うん、出てきましたけど、うん、はい、うん、じゃあそのこのプロセスの間で大蔵省は何考えていた か,、はい、だからまあ井上もね、その中の議論当然入ってるんですけど、はい、20日の草案の段階で、まあ、すでに多数の死者出てるんだからね、うん、あの国家として予算出すの当然じゃん、うん、っていうことを言ってて、ただ、まあ、結果的にあの政府の方針がまだ決まってなかったんでそれは残しといて、最終的に結局この通りになると、はい、うん、だから井上順之助としてもだから満州でチャイニーズに日本国民が虐待されてるのを現地の軍が関東軍が守るの当然だし、数が何十分の1なんだから援軍出すのと、まあ朝鮮軍まで行くかどうかともかくとしても現地の関東軍が守るのは当然だからそれくらいの金は出すの当然だと、うん、まあ、そういう空気、まあ、そういう状況だったっていうことですね、うん、はい、本当に北朝鮮のミサイル基地攻撃したみたいな話、うん、いやだから普通の人間はそれやった後どうすんだよと考えますけど、はい、ええ、当時の人はもう不況でみんなあのや爽快感、あ、だってですよ、ええ、朝日新聞といえばこの当時リベラルですよ、ええ、で軍が圧力をかけようとしたら社長、副社長が呼んでるの、ちょん、違う違う、ね、参謀次長が呼んだら課長が来たんですよ、はい、え、はいはい、社長来ない、ええ、うん、で圧力かけようと思ったら任せてくださいぐらいの勢いだうちはスクープ欲しいだろ、朝日新聞不買運動とかされて、いや俺今満州事変であの部数伸ばしてんだけどな飛行機ビュンビュン飛ばしてスクープ取ってくるみたいな、はいはい、毎日負けるなって東京は日日って言いましたね、はい、で朝日新聞は左だと思うがみんな間違って、私言い続けたら、うん、そういう経験、はい、そういうことですねすごい、もうね思想よりもスクープ、はい、ということでございます、はい、はい、ということです、はい、だから結局、まあ、井上順之助は絶対反対ではないんですけどね、うんうん、で、まあ、当時満州事変のようなチャイニーズ制裁は日本人なら誰もがやって当然だと、うん、で国際連盟でもイギリスやフランスやアメリカでも良識派の人はよくやったと、はい、ぐらいのつもりです。うん、で今回自作自演の話は、ね、はい、それの是非、それで侵略と言えるかどうかの話はさておき、はい、まあ、それ国際法の話ですね、はい、これのまずいのは宣伝戦ができない。これどういうことだってですよ、現地で勝手に自作自演でやるじゃないですか、はい、関東軍の総司令官すら知ってたかどうか分かんないと、うん、あ、司令官か当時、はい、司令官すら知ったかどうか分かんなくて、はい、うん、で朝鮮軍の司令官も後から聞かされるわけですよ。あ、で本省には当然伝わらない、ましてや外務省には日本政府には。あ、だから現地の国際連盟の外交官は何の情報もない中でお前侵略やってるらしいじゃないかって、ね、しかもあのペラペラなチャイニーズの英語でまくし立てられるっていう。いや、じゃあそりゃすごく、まあ、あのどん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 その
宣伝戦で負けていってしまう、負けていくと、というでそこですごい面白いのが、はい、面白いって言っちゃいけないですけど、ね、はい、自分の国の歴史なんで、地政学だけ見てると、はい、あの日本の政府が不拡大方針を言った後になんか揉め事を理由に関東軍が占領拡大していると、はい、なんてずる賢いんだと見えるわけですよ、でもこれは地政学の限界で、はい、実はあのその時の首相がノイローゼだったわけと、若槻さんがノイローゼだったと、はい、いうことなんですね、はい、それだけ、はい、わかりました、はい、でその後どうなったんでしょうか。でそこからなんか10月事件というですね、はい、かあの陸軍の軍人がなんかあの宴会やってクーデターを起こすぞって叫んでるだけとか、はい、それがなんかあの噂として広がって喫茶店で、はい、あのそれをたまたま長井家風が聞いてるとかですね、はい、それくらいもう緩み切った空気になったりが、クーデターと呼ぶのもね、はい、バカバカしいみたいな、はい、うん、あとまあ天皇と宮中を誹謗する流言が拡散するわけですね。天皇はこんな時期に夜の夜の麻雀やってるみたいな、いやこんなことも出てきてしまうような、つまり天皇がタブーじゃないということは宮中側近なんて暗殺の対象になってるって、あ危ない状況ですね本当に、っていう状況で、はい、宮中の側近は元老の西園寺が出てきて事態を収拾しろという若槻が何の力もないことを前提に、なんか解決策をみんな探るようになって、はい、なんかやっぱりここは協力内閣が必要でしょうってね、与党と野党が協力する内閣が必要だって意味で言ったら、はい、強い内閣が必要ってことがあって、なんかね話が噛み合ってる西園寺さんとってますね、そうそうそういや漢字が違うってことね、漢字が違うんだけど、はい、意味が通じてしまうっていう間抜けな会話が起きて、はい、で若槻がその民政党 の, あの井上はその江木さんっていう官僚派の頭目を引き上げられて、はい、その江木さんがあの、まあ、病気引退しちゃって当人派の代表は足立さんって人残ってるんですけど、この足立さんという人にですね相談して君代わりに総理やってくんない、いやいやここはね野党の政友会と協力内閣を組みましょう、うん、大連立ですよ。で若槻はそれいいねって乗っちゃうんですけど、外務大臣の重原と大蔵大臣の井上に反対されると即断撤回するというこのノイローゼぶり。あえでもこれなんでこの協力内閣をしようって話になったんですか。インパクトがあるいや本当に学会でそういうこと言う人がいて困るんですけど、はい、まあそれねインパクトがあるの中身、まあそれインパクトがあるけどそんだけでしょみたいな、どれくらいインパクトがあるかというか本当はないんですけど、その話後でしますけど、はい、でもあの確かにインパクトはあって、あの県政の浄土だと総理大臣候補2人だけど、はい、なんか他の選択肢が出てくるから陰謀の余地が発生するんですよ、うん、で長領ばっこして若槻と政友会の正々堂々の連立もあれば、若槻を下ろして民政党の一部と犬会が組むもあれば、はい、2人を抜きにして別の人たち同士で組むとか、はい、でしかも当時国会議員に憲法上を限られていないんで、あの官僚を主犯にする協力内閣を作ろうって政党政治家自らが陰謀に走ったりとか、はい、もう10種類はくだらないぐらいあるんですよ、はい、そうで結局その時の大義名分が軍を成中するんだ、うーんなんですけど、ね、はい、でさらにここで保身に走る宮中側近が、はい、とにかく今の若槻の体制から変えてくれみたいな話になってですね、はい、でそれでですね反対派の中心人物である井上をですね、この近衛文麿貴族院副議長、木戸幸一内大臣秘書官長、原田熊雄元老秘書という西園寺金持ち三羽烏と言われた青年貴族たちが訪ねるんですよ、はい、その時にあの木戸幸一という人がですね、はい、あの記録を残していて、井上はですね、まあ、結局ねあの軍部に媚びるやつらがね軍を成中するんだって言っててね、それ単なる政権獲得の陰謀でしょと、で衆議院で多数を持ってる内閣に反対党を入れてどんな政策やるんだと、今で体制で頑張るしかないじゃん、かっこいいっすのかいやだから白山三郎がちゃんと描いていない井上の一番かっこいいシーンで、はい、でこれを木戸幸一というですね後に霊血館のような内大臣になる人が感動的に描いてるんですよ。へ、いや木戸の日記ってずっと淡々と書いてるんだ、はい、この日だけめちゃくちゃ特筆対処して、いやちょ相当インパクトがあったというか感動したでしょうね本当に、うん、へ、だから、はい、その正論を経済政策でやるよね。そうなんですよ、お前大蔵大臣だろいや井上は本当ね経済政策だけ間違えてうーもう泣いても泣ききれないそうですね
いやーちょっと辛いですよこれは。ところが、まあ、とにかく井上の指導力によって若槻内閣の力が蘇るわけですよ、はい、まず、ね、与党内の協力内閣運動を鎮圧すると野党は何を言おうが知ったこっちゃないし、はい、うん、官僚なんてかもうもっと関係ないと、はい、うん、でさらにあの内閣にエネルギーが戻ってレームダックから戻るということは力が出てきて陸軍と外務省が協調を始める、はい、うん、で結果的にですね関東軍を引き返させる、おそこから先攻めるなよと、はい、目の前落とせるんですよ黙れ戻れって言って国際連盟があ日本政府は、ね、ちゃんとしているんだ約束守るんだってことで、うん、でもともとねチャイニーズの方が悪いんだから満州で非族討伐権ね認めますよ、うん、まあ、形式は日本の流、ね、日本が言い出したことをしてますけど、うん、まあ、事実上黙認するという妥協が、ね、うん、はい、これ満州事変ってなんかやっぱこう関東軍のこう暴走にこう政府が一方的にこう押し切られたみたいなこう感じがあるんですけど、うん、だから結論だけ言うと3ヶ月の間の短い時期の話今してるんで、はい、その通りなんですよ、はい、ただ日単位で見ていくとそうではなくて、はい、9月18日に始まった満州事変は押し合いへし合いの末に12月10日に関東軍は日本政府に屈服する、うん、陸軍も外務省も井上順之助の指導力によってもうあの強調する、うん、若槻じゃないところがすごいですけどねどっちがトップなんだみたいな、まあ、ノイローゼの人を立て直すっていうね、まあ、だってノイローゼになってる上司を立て直させたんです すごいですね普通ありえないですはい、ということですね。だから、うん、で岸ってやっぱこうどういうふうに見るかっていうことによってこう変わってくるってことですかね。 で12月10日じゃないですか、はい、その瞬間にジュネーブで日本の権利認めるの OK ですって言った瞬間に政変が始まる。はあ、この足立という内務大臣があのそうは言っても危機回帰に止めなきゃ話にならないですよ、うん、って、はい、なるほど、唯一の言い分ですよ、はい、それだけは正論でしたね、はい、うん、で若槻は協力内閣やれって言われてつまり金塊金やめろっていうのを拒否して、はい、で足立がお前辞表出すって言ったら嫌だって言ってでそれで結局総辞職になるわけですね、うん、で結局そ足立の辞表だけをあの許可認めた後は全員内閣残留させるのかそれとも政権交代させるのかで悩みに悩んだ挙句に犬飼に政権交代します、うん、はい、だからそこの2日間が私の本当の修士論文の肝なんですけど、はい、長くなるんでやめます、はい、今回その井上の話なんで、はい、で、まあ、政権交代結果的にしました、はい、うん、犬飼内閣高橋小雪を大蔵大臣は即座に危機回帰やめました、はい、経済 V 字回復です。そうですよね。だけ見ると、はい、井上はデフレという間違った経済政策をやった人、はい、高橋はリフレという正しい経済政策をやった人、はい、その通りです、はい、そこだけ取り出すと。でも、はい、もっと別の観点から見るとどうなのかっていう話なんですけど、はい、結局憲政の情動って解釈の余地がないから慣習法なわけじゃないですか、はい、とはここで解釈の余地出てしまったんですよ、うん、先ほどの、まあ、早熟のタイミング、そうそうそう、はい、だから結局若槻を残すのか委員会に交代させるのか、はい、で陰謀が成功してるわけですよ、ね、はい、うん、で犬飼内閣は、まあ、少数与党なんで解散総選挙やるわけなんですけど、はい、まさに総選挙の最中の演説会場に向かう最中に井上が暗殺される、うん、射殺されたんでしょうね、うん、でしかもその犬飼は515事件、高橋は226事件で殺された、はい、という確かに経済政策だけ見るとあの正しい政策に転換したんだけれども、その転換の仕方がものすごくいびつだった。このいびつなやり方が結局その最終的にあの憲政の情動立ちじゃなくてあの高橋の命を奪い、高橋がやったリフレ政策も破綻してることにつながってるわけなんですよ、はい、でそれで20年間ずっと考え続けた挙句、あの当時形式的にはあの元老である西園寺公望が総理大臣に決める権利を持っていて、でいきなり実態があの形式立ちあって復活してきたわけですよね、はい、結局若槻に向かって井上自身の手か別の人の手によって金塊金やめるんだったらもう一回お前に総理やらせるって因果含めなきゃいけなかったんですよ。うん、単純に機械的にやるんじゃダメだったんですよ、ね、はあ、なるほど。だってですよ、経済政策を間違えなきゃ今でも大日本帝国ですよ、はい、はい、間違いなくそうですよね、うん、いやこれか、いやだからこの今回のタイトルですよ、はい、経済政策を間違えると国が滅ぶの意味、はいは
はい、どれほど多分それの言葉の意味日本語として分かったと思うんですが、ここまでの深い意味で私が言ってたかっていう、はい、うん、いやーちょっと重たすぎですね。ちなみに、はい、佐々木さん、はい、1話が一番あの期間扱ってる期間長くて、はい、今回が一番短いのね、あの番組時間が一番今日が長いって気づきました。気づきました、はい、はい、それだけやっぱり濃厚というか、まあまあ、ものすごい重要なところだということですね。そうそう、どこに重視して歴史を見るかっていうのは歴史観、うん、はい、ありがとうございます。ということで、うん、やっぱり男子の本会のね、本当に読もうと思ったらこれくらいやらないと嘘は本当の意味では見抜けないということですね、はい、やっぱり正しい政策、あの経済政策を学ぶっていうことが本当に大切なことなんだなってことを、うん、でも経済政策だけ学んでもダメ、はい、全てがこう絡んでくる、はい、ということですね、はい、ということで本当に勉強させていただきました、はい、もうぜひですね、あの今後もあの学ばせていただきたいと思いますけどもですね、あのぜひ皆さんにはですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。でさらにですね、あのスポンサーの方も募集しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、クライム塾生以外の方もなれますので、はい、ね、こちらの方にね応募していただければ、はい、こんな番組作ってほしいっていうねリクエストがあれば、私のね範囲ならねやりますけど、今回リクエストがなかったんで思いっきりどうせもやります、はい、はい、ありがとうございます、うん、はい、ということで、あのまたぜひ楽しみなさってください。ありがとうございました。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですか。チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。